皆さんこんばんは投資の隠れがいようこそいらっしゃいましたさてさて今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますさて最近の下落で恐怖におののいている個人投資家もいると思いますがこの動画を参考にしながらしっかり現実と向き合って投資に励んでください今日の東京株式市場で日経平均株価は反発しました 前日比円7高の,の欧米長期金利の低下や米国株式相場の上昇を受けて東京市場でも買い安心感が広がりました足元の相場の下げが急ピッチだったため短期的な反発を狙った買いが入りやすかったようです上げ幅は一時的にではありますが280円を超えましたイングランド銀行は 二十八日に英国債の一時的な買い入れを発表しました。欧州だけでなく、米国でも長期金利が低下したことで、この日の米国株式市場では主要産指数が揃って上昇しました。この影響を受けた東京市場でも、足元で下落していた主力株やグロース成長株の一角に買い直しが入りました。日経平均株価は、二十八日までの四営業日で千百円超下落していました。テクニカル指標では。 25日移動平均線からの下方乖離利率が5.7%と明らかに売られすぎの目安とされる5%を上回っていました短期的な自立反発狙いの買いや売り方の買い戻しが相場を支えました今日は9月末の配当権利落ち日に当たり配当落ち分の223円程度日経平均株価の指数は下押しされました東証株価指数は反発しています終値では 前日比13.65ポイント高の1868でした東証プライムの売買代金は概算で3兆2455億円となり売買高は14億361万株でした東証プライムの値上がり銘柄数は1237と全体の68%を占めており値下がりは536変わらずは42となりましたここからの難品いも投資家としては決して間違ってはいませんが 株価は今後もしばらく下がり続けますさらに下がるようであればしっかりと損切りを行い現金を確保してくださいそして株価の底値を拾うためのタイミングをしっかりと見極めるのです今後は下落が続く可能性が高いものの AI による株の買い時つまり底値のシグナルはすでに出ていますのでここからしっかり投資をしていきましょうこのチャンネルの投資状況も今後お伝えしていきますので。 ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな